井原由紀子さんは1913年岩手県でお生まれになり、教育者であったお父様の仕事の関係で香川県立高松高等女学校を卒業されました。1935年に当時外交官だった中根氏とご結婚され、39年にリトアニアへ赴任されました。当地では皆様ご存知の通り、ユダヤ人難民に対するビザ発給問題で苦悩する中根氏を助け、約6000人もの人々が救われたといわれるビザ発給にご助力されました。85年に中根氏はイスラエル政府から諸国民の中の正義の使徒賞を日本人として初めて受賞されています。現在由紀子さんを大きな拍手でお迎えくださいませ。私も年を取っておりましても88歳になりまして、ちょっとここで立ってるとひっくり返ったりすると困りますから座らせていただきます。大変失礼いたします。本当に今日はこんなに大勢の方にいらしていただいて本当に嬉しく思います。私が敦賀へ初めて参りましたのは終戦後、ロシアで拘留されておりまして、それから船で運ばれて、でちょうどまあ50年ほど前にここの港へ上陸いたしました。本当に今日こちらへ参りまして、その頃のことを思い出しまして懐かしく思います。その後私どもが助けたユダヤ人の方もここへ上陸して、大勢の方が上陸して、それで私がこの前イスラエルへ参りました時にユダヤ人の方が日本の敦賀の方には非常に親切にしていただいて、あんなに嬉しい。まるで敦賀へ行った時は悲しい思いをしてさすらって、それで日本への敦賀というところへ行って皆さんに日本の方にお会いした時は本当に天国へ行ったようで、皆さんが親切にしてくださったことは生涯忘れませんと言っておられました。そういう思い出のあるところで、私も大変こちらは忘れられないところになりました。私どもが海外へ参りましたのは本当にそれから帰ってまいりますしてからですけれども、10年ほど前に海外へ参りました。1937年にヨーロッパへ初めて参りました。その前に2年ほど前に私は兄が東京におりまして、私が四国の女学校を卒業して上京しまして、兄のところに行ってしばらくそこで生活しておりました時に、主人が兄と外務省で知り合って何かこう話があったからということで、それから主人が遊びに来るようになったんですね。そんなことをしているうちに主人が結婚してくれないかというので、まあ私も結婚の適齢期でしたから、いつかは結婚しなきゃならないと思ってたんですけれども、なかなかいい男の方に巡り合わなかったと言いますかそうしましたら、主人の話を聞いておりましたら非常に真面目で、男の方にしては女性に対する、まあ、海外に主人が行っておりましたから女性に対する扱いが日本の男の方とちょっと違って
なんかと優しいんですね。そんなようなことに惹かれまして、まあ、結婚してくれって何度も言われたもんですから、あのつい結婚したっておかしい、ね、まあ結婚したんですね。その頃はね、あの今ですとね、独身で言ってもいいんですけどね、昔はね、あの若い女が結婚しないでいるっていうのはみっともなかったんですね。早く結婚しないとなんか片輪じゃないかしらなんて思われたりね、そんな頃でしたから、まあちりと結婚いたしました。でその翌年に、あの外務省の方から海外へ参りました。そこに待っていた運命が本当に、あの思いがけない運命だったんですけれども、そんなことは気がつかないで、まあ、海外行くというので喜んで参りました。それで初めはフィンランドにおりまして、それから2年ほどしてリトアニアのというところに行ってくれっていうんですね。リトアニアってどこなのか私もよく分からなかったんですけれど、あの参りました。リトアニア行きましたら、小さな国ですけど非常にあの綺麗で、住んでる方も優しい、おとなしい方々で、とてもいいところなんです。で、1939年にリトアニアに落ち着きました。それから間もなくある朝目を覚まして、まあ、あの朝こう窓を開けますね。でカーテンを開けたんですね。そうしましたら領事館なんですけど、その領事館の門の前の塀があるんですね。それがまあ1メートルぐらいの高さ、そこのところに人がいっぱい立ってるんですね、まあ、100名か200名近くの方がじっと立ってる。それもお年寄りもいますし、若い方もいます、小さな子供もいます、もう男女混ぜてじっと立って、何かこう口々に叫んでるんですね。何を言ってるかよく分かりませんけれど、みんなもうなんかこう悲しいような顔をして叫んでるんですね。何か分からないというので強引に聞きにやらせました。そうしましたら日本を通って海外へ、アメリカかイスラエルか そういうところへ逃げていきたいっていうんです。ちょうどヒトラーが、ドイツのヒトラーがユダヤ人皆殺しということを宣言したんですね。それでリトアニアの隣の国のポーランド、そこからみんな逃げてきたっていうんです。でポーランドではその時ユダヤ人狩りというのもありまして、もうユダヤ人が歩いていると捕まえてトラックに乗せてどっかへ連れて行く、それでもうきっと殺されるんだろうっていうんですね。それで早くポーランドから逃げないと我々も殺されるということで、でみんなあの身の回りのものだけ持ってそれで歩いてドイツの軍隊の目を逃れながら危ない思いをしてここまでたどり着いたというんですね。で私たちを助けると思って日本を通過する通過ビザをいただきたいっていうんですよね。それをあまりみんな騒いでますから5人の代表の方を中に入れて、その方と主人が話をしたんです。そしたらそういうお話なんですね。でも日本はその時ドイツと同盟を結んでたんです。ですからそのドイツが捕まえてるユダヤ人をにビザを与えて逃がすということはできないことなんです。日本としては大変困りましてね、今返事はすぐできないから少し考えさせてくれというのでその日は終わったんですけれど、みんなもう夜まで立って騒いでるんですね。若い方はもう中へ入ってこようとして大騒ぎなんです。そんな風でしてね、まあその日は夜になってしまいました。で主人から私もそのことを聞きまして、
困ったなと思ったんですけれど、考えようがないんですよね。ビザを出せば日本はドイツに背くことになります。ですからどうしたらいいかということで、その晩は主人も私も一晩中寝ないで考えました。でいくら考えても考えようがないので、で翌朝になりましたけれど、翌朝になったらまた同じ状態なんですね。領事館の前にもういっぱい人が立ってまた騒いでるんだ、朝早くから。それで5人の代表の方が帰ってらして、ビザは出していただけますかって迫ってくるんですね。でも主人もその日も一日その5人の方と話し合ったんですけれど、それまではビザを出す場合は独断で、まあ1人や2人でしたらね、独断で出してましたけれども、何百人来るか何千人来るかわからないというんですよね。そんな何千人もに独断で出すということはできないということで、それでは日本の外務省へ電報を打ってね、聞いてみるからということで、今でしたらファックスもあります、電報も早く行きますけど、その頃はそういうものはありません。電話もおいそれとはかけ、日本までかけられないですね。ですから、電報を書いて外務省へ出したんです。でも電報もすぐは返ってきません、遠いですから日本は。で翌日になって電報が返ってきたんですけれども、ユダヤ人にビザを出すことはならないっていうんですね。出してはならないということ。それからもう主人も私も困りまして、3日間考えました。その3日間みんな外にユダヤ人が立ってて、朝から晩まで立ってるんですね。それでその代表の方たちがどうなりますかどうなりますかって一日中聞いてるんですよね。でも主人が返事ができないんです。外務省の方からビザは出してはならないというんですか。で結局3回電報を打ちました、詳しいことを書いて。でそれは日本にとどまるのではなくて日本を通過していくだけだからというような電報を打ったんですけれども、それでも、ね、外務省は出してはならないということなんですね。それで3日ほど経ってから主人が、私ども領事館が3階になってまして、一番下の地下になってるところに主人の事務室が、事務所がありまして、その上に私ども住んでおりまして、主人が突然上がってきまして、私のところへ来て、外務省はビザを出してはならないというけれども、この状態でこの人たちを自分たちが見捨てたら、ビザを出さなかったらこの人たちはみんな捕まって殺されてしまうって言うんですよね。だから外務省に背いてもビザを出したいと思うけれども、どうだろうって私に聞きました。最後に聞くけれども、もう今日は決心しなければならないからということで、どうしたらいいかって聞きました。その時日本の領事館はもうドイツが入ってくるので閉鎖して退去してくれという命令があったんです。ですから私どもは退去するつもりでいたんです。だから黙ってそのユダヤ人の方たちを置いて知らん顔をして出ていけばそれで済むことなんです。ですけれども、目の前に何百人という人の哀れな姿を見てて、みんなもう女の人は泣いてますし、子供は汚い顔して物もろくに食べられないで立ってるんですよね。本当に頼りにして、そういう人間の命、同じ人間の命です。それを知らん顔して言ってしまったら、その人たちは捕まって殺されるに決まっているんですよね。それを見ていて、その人たちを置いて私たちが行ってしまうということは到底できないと思いました。